ゴールデンシックスティーは、香港の競争場。2019、2020年シーズンに香港4歳三冠を、達成した。デビュー戦は2018、2019年シーズンの3月31日で、ビンセントホ法シュを安城に据えて、これを解消すると、その後のハンデ戦2戦も立て続きに勝利した。7月7日のシーズン最終戦こそ10着と、大敗したが、2019。 2020年シーズンに入ると再び連勝街道を歩み始めた。2020年1月1日のチャイニーズクラブチャレンジカップで初重賞制覇を飾るとそのまま香港4歳クラシックシリーズに参戦、広報対帰策で香港クラシックマイル、香港クラシックカップの2戦を制した。そして3冠のかかった香港ダービーにおいても 後方待機からの競馬を進め、第3コーナーに入ってからまくりをかけると、ゴール直前で穴馬、プラヤデルプエンテを首座捉えて優勝、2017年のラッパードラゴン以来の本校に4歳三冠を達成した。2020、2021年シーズンの指導戦は9月27日のセレブレーションカップで、ここでは同競争3連覇中であった。 ビューティー・ジェネレーションとの対決が注目された。この競争では116ポンドを背負ったゴールデン・シックス・ティーが133ポンドを背負ったビューティー・ジェネレーションを一馬身3、4差で破り、その連勝を伸ばした。2020年11月22日、国際 G2 ジョッキークラブマイルを勝利し、連勝記録を10に伸ばした。続く12月13日の香港マイルでは再び、 ビューティー・ジェネレーションや、前年覇者のアドマイア・マーズラとの対決になり、この競争で、ゴールデン・シックスティーは、中段広報に控える競馬で道中を進めていった。そして、直線一気の差し切りで、二着馬、サザン・レジェンドに2羽審査をつける完勝で、G1 初制覇を11連勝と共に記録した。2021年1月24日、G1、香港スチュワーズカップに出走。 男前の一番人気に応えて、ゴール前で差し切り優勝。G1 連勝を果たすとともに12連勝を記録した。続く2月21日、距離延長で臨んだ、香港ゴールドカップは、フローレとの追い比べを制して優勝。G1 を3連勝するとともに、連勝記録も13に伸ばした。さらに4月25日のチャンピオンズマイルでも、同級者のモアザンティスを、 頭差を抑えて優勝し、連勝記録を伸ばした。5月に入って、香港競馬の三冠最終戦である、香港チャンピオンズチャターカップが、間近に控えたが、2400メートル戦に対する距離不安から、ゴールデンシックスティーは登録せず、三冠を見送った。その後7月13日に2020、2021年シーズンの年度表彰が行われ、 ゴールデンシックスティーは、香港馬王、最優秀マイラー、最優秀中距離馬の3部門を受賞した。ありがとうございます。